皆さんこんにちは、デミロです。カネロです。はい、ということで今日はこちら、ダララーン、めちゃめちゃでかいのが届いたので開封していきたいと思います。これは何を買ったかっていうと、何その、でっかい箱、アートボードを買ったの。ああ一番大きいサイズはね、すごく悩んでたやつだね。そうそうそう、でサイズのさ悩んでたじゃん、中にするか台にするか、うん、結局台にしたんだけど、なんかこんな大きいって思わなかったんだけど、では行くよ。いいよ、はい、逆さまやっぱりやってくれた、逆さま。思ったより大きいんだけど。はい、逆さま。はい、来ました。来ました。やばくない？おいしょ、開けよう。いや軽いんだよ、めっちゃ。いくよ、うん、じゃ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 。おー、いいね、大きいね。大きいね、めっちゃ。あ、松本。こちらが、ジャンプキャラクターズストア限定、完全受注生産、呪術廻戦フルカラービッグアートボード五条悟。お値段が、なんと税込み 13,200円で、はい、何買ってんの高っ。高っねえ、買いました。すごくない？すごくない？え、なんで掴むの顔はめとかなの？そうそうそう、これね、なんかすごいアートボード買ったことなくて、なんかジャンショとかで見てたけど、今日も見たじゃん、これ売ってるの、ね、ちっちゃいやつ、ちっちゃかったよね、本当に大きいです。で裏とかも、なんかちゃんとこういう風に木になってて、いやいいね、これはすごいね。出してみる？え、出しちゃう？出しちゃいけないのかな、ドキドキする。出しちゃうがいい、そのままがいい。あ、分かった出た出た、そのまま、なんか歴代の、まずこれジャンプギガの表紙だったんですけど、去年のね、夏号の。まずこれは、もうこれから衝撃が始まってるわけよ。これがね、一番最初に出たジャンプギガのファイルなんですけど、家にこれめっちゃいっぱいあります。欲しいって騒いでるジャンプギガめっちゃいっぱい買ってて、これジャンプギガ、これね、みんな持ってると思うんですけど、まずこれ初め、これのイラストの。でも見て、ここ光ってるのこれだけなんだけど。次に出たのが、この缶バッジ、はいはい、見えないよ。ほら、手元光ってない。本当だ、ほら手元光ってる。挙式紫、これと手元ちゃんとグローブついてる。ほら手元グローブついてる。これでしょ、次に出たのがこれよ。お菓子ね。お菓子ね。美味しかったね、このお菓子。このお菓子めっちゃ美味しかった。そしてこのシールも、これいただいたからね。で、これとこれでしょ、で、ついに最新イラスト、この五条先生。ん？ありすぎてもさ。ありすぎてもさ。ちなみに、はい、サイズをちょっと比較してみようか、いろんなものとね、まずはこれと、ジャンプコミックスのサイズ。いやーよくわかんねえいやーよくわかんねえ、よくわかんない。2.5 倍か縦、直也くんと比較してるからかな直也くんだからよくわかんねえ。2倍ぐらい、よくわからないか。だって色がなんか似てるでしょ。じゃあこれ、このファイル、それ何、 B5 じゃない。2倍ぐらい、2倍もないね、 1.5 倍ぐらい、これね。塚本、なんか塚本持ってる人あんまいないんじゃないこれと比較、あ、これは、去年の、セガラッキーくじの、ラストワン賞なんですけど、これよりもちょっと大きいぐらい、このぐらい、これ分かりやすい、まあまあのサイズになってます。はいはい、ちょっとこれアップにしたんですけども、色がねすごい綺麗なんですよ。ほらすごいね。すごいよね。ちょっと早く片付けて、
飾らないと、片付けて汚いからな。本当にそう、グッズ溢れ返ってます。もう見せれないぐらいマジで汚い本当にゴサって、うん、いいのこれっていうぐらい汚い。あとやっぱり目がほら、五条先生といえば目でしょ、うん、目がね、うん、すごい綺麗ですよこの絵も。そしてやっぱりこの原作ね、うん、顔がいいんですよ。アイマスクなし、かっこいい、うんうん、飾りますよこれは。もうどこに飾るの？あの上のところあの一番目立つ上のところに飾ろうかな、うん、五条サトルベアと一緒に。あのそうだね、あそこの、うん、あそこの、あそこね、あそこのところにね、うん、あのセブンイレブンの五条サトルベアと一緒に飾ろうかなって思います、こちら。それかあのシブスクのフィギュアとかとこうやって並べようかな、ね、うん、シブスクのフィギュアもモノクロカラー今受注販売してるので、一応あの開けてないですけどね、シブスクのフィギュア。もったいなくて開けないよ。開けてないよ開けないよ出た、開けない症候群箱ばかりが溜まって、開けなさい、はい、それか箱のまま飾るの？うん、もうそれでも、ね、ちっちゃいサイズは、うん、まだあの残ってたらジャンプショップとかに、うん、あったからね。あったね、うん、なので、うん、もし気になる方はこれはちょっともう受注なので、うん、売ってないんですけど、ちっちゃいの、うん、ぜひぜひ購入してみてください。めちゃめちゃかっこいいです。はい、ということで今回はこちらの受注販売で届いた、うん、ジャンプキャラクターズストアの五条先生のアートボード紹介してきました、うん、めちゃめちゃかっこいい、これガサガサうるせえかっこいいです。他にも呪術廻戦の動画いっぱい紹介してるので、うん、チャンネル登録お願いします。あともうちょっとで1000人なので、皆さんチャンネル登録ありがとうございます。コメントもいっぱいして嬉しいです。最近ありがとうではでは、また次の動画でお会いしましょう。最後までご視聴ありがとうございました。じゃあねー。